こんばんは、しげるです。今日は10月16日金曜日。いや、週末ですね。いや、皆さんお疲れ様でした。いや、本当によく皆さん頑張りました。明日は土曜日、お休みの方もいるんでしょうか。僕もちょっと今日は仕事いろいろ大変で疲れました。みんなも疲れたんじゃないかな。大丈夫だよ、大丈夫だからね。ちょっと東京タワーでも見てよ。ちょっと収まんないわ、近すぎて。すごい綺麗だよね。緑とか言うんだね。本当にお疲れ様でした。今日は皆さん、東京タワーのふもとからお送りしております。ちょっとパラパラと雨が降ってまいりました。気にせず続行したいと思います。大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。東京タワーが言ってるよ、大丈夫だって。いいよね、東京タワーってね、いいよね。好きだな。でもまだ上行ったことないんだよな。ちょっと今度上行ってみようかな。行ったことない人いるよね。一緒に行きましょうよ。ちょっとどこまで上行けるんだろうね。あの上まで行けるのかな。でも相当綺麗だよね。大丈夫ですよ、大丈夫だからね。大丈夫、大丈夫。ちょっと気になることがあるので一つだけお伝えしますね。ちょっとこの数日、今日、明日、明後日、この3日間ぐらい、明日、明後日、し明後日ぐらいかな、この3日間ぐらい、20日ぐらいにかけて、もしかしたらちょっとね、グラグラグラっていう地震が来るかもしれないって、ちょっと直感でね、思ったんで、一応まあ、そういう時は、自分的にはね、しっかり備えるようにはしてます。まあ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 、どうせ当たらないと思いますし、とはいえね、まあ、地震とかっていうのはね、本当いつ来るかわからないし、なんか直感でね、この数日中に来るんじゃないかなっていう気がしただけなので、さらっと流していただいても全然結構でございますし、これをきっかけにちょっと気持ち切り替えてスイッチ入れてね、ちょっと備えるかっていう、そういう人もいたらいいのかなって思います。まあでもね、どんな地震が来ようとも大丈夫ですよ、大丈夫、心配はいらない、生きるんだ、使命があるんだな。人間に生まれてきたってことはね。いろいろ探っていきながらね、楽しく楽しく人生を前に前に進めていこうじゃありませんか。どんな時があってもね、何があっても、どんなことがあっても大丈夫だから。10月16日金曜日の東京タワー、
今日はこんな日だったんだよっていうね、ちょっとね思い出とともに振り返りながらこういう映像を見るのもいいんじゃないですか。うん、大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫だ。いやー、本当ね、夜の東京はね、本当にこう、特にベイエリアとかをね、走ってると本当に車で走ってると楽しいんですよね。景色が本当にキラ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 、レインボーブリッジもキラキラしてるし、またね、レインボーブリッジもね、夜のレインボーブリッジまたちょっとね行きますから、お楽しみに、ね、今日はね東京タワーからお送りしておりますが、いや、いい週末にしましょうよ。まだ明日もね仕事だっていう人もいると思います。でもね、楽しく行きましょう。楽しく、大丈夫だから、本当に大丈夫、本当にね、あなた大丈夫だからね、あなたは本当に大丈夫だから、大丈夫、本当に大丈夫、本当に本当に大丈夫、大丈夫だから。というわけで今日はこの辺で失礼いたします。ではまた明日土曜日の夜もお楽しみに。おやすみなさい。